あれ理科室ってこっちの校舎じゃなかったっけやっぱまだ迷うなおい誰にも聞かれてないだろうなはい人払いはできておりますおっと誰かいる人払いまあこの時間のこの踊り場は我ら生徒会の井戸端会議場所誰も近づくわけないかはい万が一ここを通るとすれば差し詰め迷い犬か何も知らないバカな転校生くらいでしょう なんかわかんねえけどすげえ通りにくいな確かにここを通るとすれば差し詰め迷い犬か無知が罪とも理解できぬ愚かな転校生くらいなものよなんでここ通る転校生こんな言われんだよあと迷い犬って何だしかしあれだな絶対に聞かれてはいけないことを話す時はここに限るなそうですね絶対に聞かれてはいけないことを話す時はここが一番ですね絶対ここじゃねえだろ個室行け個室 副会長よそろそろ本題に入ろうか承知しました会長あ生徒会長と副会長なのこそこそと何話すんだよそろそろ新しい校則を導入しようと思う新しい校則このいざこざ高校の歴史に私の名前を刻むためになさすがです会長思えばこれまでは数々の校則を塗り替えてきたさすがすぎます会長生徒のために尽力してきたさすが会長副会長よいしょのレパートリー少ねえな 髪の毛の地毛の色は問われないようにしたしさすがツーブロックもオッケーにしたしさすが遅刻した者のへの体罰もなくしたさすがいやこの学校めちゃくちゃブラック校則だったんだそれはマジさすが会長マジさすが会長よいしょかぶったそろそろ生徒たちも我々を信頼してきた頃 <laughs> 確かに <laughs> んなんだんこ,こらで満を持して 女子はスカートはできるだけ折り曲げて膝上にする拘束を作ろうと思うはあと毎朝登校時に強風を起こしてそのスカートがめくれてしまうラッキースケベ拘束え待ってあと女子の水泳時間は男子はチラ見ではなくガンみしないといけない校則え何言ってんの女子は生徒会長に挨拶するときは深く会釈し,して胸の足り間を見せる拘束<ー>やっばっ あいつブラック拘束をホワイト拘束にしてからピンク拘束にしてるじゃん。いや、なんだよピンク拘束って。ばっかじゃねえの誰だしまった出てこい盗み聞きは退学にする拘束を作ってやるもうなんだ迷い犬か助かったチャンネル登録よろしくお願い。 高評価もね